やっぱり人と人は挨拶から始まりますね。こんにちは、宮崎の皆さん、こんにちは。宮崎には福島に原発ができようとしたのを知ってますか？1年前に。しかし311が自然に止めてくれました。です。本日は九州最大の海岸清掃ということで、九州中、九州の海岸沿いを28カ所参加してくれて、海岸清掃を今日同時に今現在九州中28カ所清掃してくれております。で、まあ、そのここの福島のちょっと先に原子力発電所が来るんじゃないかっていう話があって、でそれでこう海が汚染されていくことに対して、まあ、今きれいにするっていう具体的な表明をしようと思っております。ロボットみたいだね。ロボットみたいね、うん、走って、あすごい。何くん？走るくん。お金とか財布とかもある。可愛い女の子とか。人形の首ですね。やっぱり可愛い子ちゃんいましたね。フーとかはしませんか？行きます？いやだ、オッケーです。ね、原発はこの辺にできるって聞いたんだけど。ねえ。どこなんだ、でも分かる。いや、ちゃんとは決まってないはず。でもこの辺だろうって。なんで作ってほしくないかっていうと、原発っていうものはポジティブじゃない、持続可能じゃないし、僕はすごくネガティブなエネルギー、例えば嘘とかお金とか誰か一発逆転みたいな、その大きい資本とか大きいエネルギーを、それは僕は原発だけじゃなくて工場とか、例えばここに合わないね、あと軍の基地とかそういうものも同じ、合ってないと思うし、いらないと思う。でも毎日毎日その一歩一歩、このビーチクリーンみたいに地域を作るのにこう頑張っていくのを飛ばして、環境を守っていくのを飛ばして、未来の子どもたちにこう守っていくっていうのを飛ばして、何か一発逆転っていうのはちょっと違う気がしてる。近くに原発があるのはすごい嫌だ、危険だと思う。僕は本当に危険だと思う。それは第一、自分の体、自分の環境とか
汚れていてほしくない、うん、それは一番反対する理由かな。島の住民投票が行われます。で、去年の高低域で今盛んに噴火している新燃岳と宮崎には不幸続きですけども、串間の原発という不幸は私たちの意思で回避できます。そこに原発ができたら、もうこれはね、富崎観光も全然成り立たないというより、西南海岸自体がですね、大変大きなお手ですね、起こす。そういうことで、まちづくりの戦略から言ってもですね、絶対に私はこれダメだと、思います。でも大体、串間とか日南、近辺が一番熱く、その補助金が、降りてくるんですが、やっぱそれがですね、喉から手が出るほど欲しい。本当に冷え切ってますからね。ですから建設業関係、商工関係は皆さん大賛成です。今日来てくださった本当にありがとうございます。あの串間のために来ていただきまして本当に感謝しております。皆さん本当に自分のこととして、原発のことしっかり、関わっていっていただきたいと思います。私も歌を通していろんな活動をしていきたいと思います。で串間に対する思いを書いてもらって、このハンカチを串間にツリー状に掲げます。これは波おいいね、自然がいっぱいだね。さあ、輪かけばいいんだな。でそういう放射能は全部地球上に回ってるんだ。でそういうその実験前の日本中で原発の中にとか近くに活断層なんかなかったはずなのに、島根原発だとかもう原発
発の近くはもう活断層だらけなんですが、考えてみてください。日本はもう昨日今日に始まったんじゃなくて、太平洋プレートがユーラシア大陸に潜り込んでいくのはもう何億年も前から繰り返してるわけですから、日本列島ひびだらけだと思っていいんです。原発の推進側は日本はエネルギーがないから、エネルギー資源がないから原発を作るんだってばっかし言ってる。世界のちゃんと良識のある人は日本は羨ましいって言ってる。自熱の宝庫だ。今福島の推進派ももう土建屋も誘致しようとしてる人たちはもう金金金です。でもやっぱり命の方が大事。右側のなんか引っ張ってるこのあれですね、金庫の上に乗っかってる、まあ、おっさんが紐というか電線で民衆をこう縛ってる。自分で言うこんなんいかんと、それが一番大事だと思うんですよ。誰かのため、誰かに頼むとかそんなんじゃなくて、自分で言う、自分で体を動かす、そこがそれが一番大事だと思いますわ。もう一回その何て言うの、当たり前の大人として自分で文句言う、徹底的に文句言う、言わさなかったら打つ、まあ、ここでこれちょっと意外かもしれないですけども、このぐらい必要なんですよ。ふざけんなと、怒ったら打つぞと、まあ、脅迫になるかもしれないですけども、火つけるぞと。だから、じゃあそれが僕は一番大事だと思います。はい、アンドの言う通りだ。はい、ありがとうございます。轟音とともに津波が住宅地に押し寄せました。연안동부홋카이도태평양연안중부홋카이도태평양연안서부今回事故でいろんなことが明らかになって、みんなやっぱり今まで無関心だった人もやっぱり意識が向いて少しずつ変わっていくんじゃないかなと思ってます。それはもう日本の原子力政策自体も変わるだろうし、それが世界に影響を与えるとも思うし、良い方向に向かっていくと思っています。最悪だけど、最悪のピンチを本当にいい方向に向かっていくことにエネルギーを注ぐしかないかなみたいな感じですね。もう福島の県が相当原発推進派にブレーキかけるわね。なんかちょっと福島だけの住民投票に対してっていう話よりかは、もうちょっと大きいものに対してのアプローチが必要かなっていう感じがします。
バスの中太鼓叩いてもいいですか？あ、いいですよ。うん。これはどういう主張ですか？そんなすごいはっきりした目的があってきたわけじゃないし、まだどう行動していこうかとか考えてる段階だけど、まあ、何かしら前に進めたかなと思ってます。リカちゃん愛してるよありがとうございます。原発ってやっぱり良くないことだし、最近自分でちょっと調べるようになって、どんどんやっぱ悪いもの、いいことが一個もないような気がしてきて、やっぱもっと考えないといけないなと思って参加しました。なんかこうスーツ着てやるようなイメージだった、なんか硬いイメージだったからデモって、なのにこうすごいカラフルだしみんなだからイメージと違って、まあ、楽しめました。結構ウッキキキキキー出陣出陣だよ今からさよなら原発、地震のあと3月の19日に仙台を離れて帰りたいと思いながらも、だんだん原発の悪い情報が後からちょっとずつちょっとずつ出てくるので、あのなかなか帰る機会がなくて、もうしばらく宮崎に住みたいなと思って今宮崎にいます。結局ずっと宮城県の仙台に住んでいて、福島原発も女川原発も近くにあるのに、今まで悪いことダメなことって知ってながらも何もしなかった。で今日本当にこれは小さな一歩だけれども、私も息子も初めてデモに来ることができて、あのやっと何か自分で言えたなって思うし、これからもう言うだけじゃなくてもっといろいろやっていかなきゃいけない、それも思いました。はい、宮崎県知事、河野俊嗣様、
代表連絡先、宮崎の自然と未来を守る会共同代表、青木哲夫、署名9661筆を添えて以下のことを要請します。用紙1、現在稼働中の仙台1、2号機の停止を九州電力へ要請してください。2、仙台原発3号機増設計画の白紙撤回を九州電力へ要請してください。合わせて正面からこちら。今日は本当にお忙しいところありがとうございます。お疲れ様です。今いろいろお話を伺いました。皆様の、これまでのですね、熱心な取り組みに心から敬意を表する次第であります。今すぐたちまち止めてくれなんだっていうのを言うというのは非常に難しいあると思うんですが、やっぱり全体今考えたような基本的なスタンスでですね、国にも安全性の確保を前提にエネルギー政策をどうするのか、原子力をどうするのかという議論をですね、しっかり進めていきたい。今日なんで参加しましたか、ここ。自分たちの未来を守るために来ました。未来を守る、何から守る、私たちの未来に原子力っていうのは絶対に必要ないっていうか、あってほしくないもので、今大人の人たちは電気原発で作ってそれで満足してるかもしれないけど、その裏にある放射性廃棄物だとか、その放射線の問題だとか、そういうこともたくさんあるので、そういうふうなツケを私たちに回してほしくないし、だから私たちもそういうのを次の世代に回したくないし、だからそういうものをこの世からなくしてほしいという思いで今日は来ました。高校生ですよね。はい。なんていう高校。宮崎西高校です。何年生です。2年生です。宮崎の自然と未来を守る会、申し入れ書1、仙台原発1、2号機および玄海原発1、2、3、4号機はもう動かさないでください。2、仙台原発3号機増設計画は白紙撤回してください。3、やらせメールなどの任意偽造行為、マスコミを使った世論誘導的宣伝行為はやめてください。でね、今日ね、福島の事故の、影響を避けるために宮崎の方にですね、関東の方からですね、お母さんたちが避難してきて、でその人たちは非常に放射能、放射能ってことで、やっぱり自分たちの降ってきたところに対してそのやっぱり大変だということで、やっぱりこっちに避難されてる。そういう方たちがね、やっぱり意見を述べられたいっていうふうに言ってるから、だからぜひ聞いてください。
私は、千葉県千葉市に住んでおりました古田博美と申します。現在は地震と原発事故があった3月11日のあと3月16日に子ども放射能を守りたいという一心で家を飛び出し夫は家に帰っておりますけれども、それから結局帰れないまま今は4月から、子どもが小学校に入学しなければいけなかったので綾町の方で暮らしております。ご子息会長です。よろしくお願いします。実際今日こちらに来て後ろの方の席にいらっしゃる方でもし使えなければ今回の地震と、原発事故の放射能を理由に宮崎とか九州に来られたという方よかったら手を挙げていただけませんか。これだけの数の人たちすいません見てもらっていいですか。はい、今何で手を挙げてるか分かりますか。聞いてました。ちゃんとお話聞いてください、ね、結構勇気を出しています。福島の方から避難してきました谷口亜希子と申します。今の話を聞いてすみませんしまったんですけどやっぱり私も畑を耕していたんですけどそれが全て食べれなくなって逃げてきました。やっぱ食べる気になれない生きていく上でこんなに辛いことってないと思います。はじめまして、私は福島県の郡山市というところから来ました。原発から50キロから60キロぐらい離れた場所なんですけれども、放射能の数値がとても高いので、妻と2人で、自分の故郷を離れて宮崎県まで来ました。これが今僕たち福島の人たちが体験したことを九州電力の働いている皆さんがの近所で起きたことだと思って想像してみてください。こう普通の生活してたことが全て不安に思ってしまう。母親が一生懸命愛情を超えて作ってくれた料理が喜んで食べれないんです。1歳の子供を持つ母親として宮崎市から今日参加してるんですけれどもせっかく2時間という貴重な時間をね割いていただいたので無駄にしないために山田さんと東さんに今一度確認をねさせていただきたいんですけれどもお母さんたちの声聞いてもらっていいですか。お母さんたちの声聞いてもらったと思うんですけどそれ届いてますでしょうか。もう起きたんですから事故がずっと安全安全って言ってきました皆さん。それ信じてました私たちも。でも起きました事故が。事故が起きただけじゃないです。この被害はどんどん広がってますよ。これ以上苦しめてどうするんですか子供たちを。60.000 Leute in Macy Park gesammelt. Es sind 60.000 Leute in Tokio. Das ist schon ein Phänomen. Danke, 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 danke
server don't need more as before. No! はい、デモは今日が初めてです。で、いろいろな人に会って、いろいろな情報が入って、お友達もできて、とても嬉しいです。全ての原発、今すぐなくそう全国会議の事務局長をやっています。小田洋介と申します。一緒に原発なくすために頑張りましょう。特に青年労働者、労働組合青年部を作って、学生は大学で戦って原発をなくしましょう。原子力経済を全世界で直ちに止めるために戦いましょう。これが続きまして、子どもたちを放射能から守る福島ネットワークから中手誠一代表発言お願いします。事故から8ヶ月が経とうとしています。いよいよこれから福島の原発事故による被害が始まろうとしています。すでにいわゆる自主避難者と呼ばれる人たち、おそらく7万人を超えたのではないかと思われています。私の家族も、まかみさんと子供ですけれども、西日本の方に避難しています。こうして家族がバラバラになり、また今まで築き上げてきたものを全てを失い、まるで国内難民のようにたくさんの福島県人が日本全国散りました。福島から来ました佐藤幸子です。私は母として女として、もう黙っていられないという福島の女たちと一緒に27日から経産省に座り込みをしました。福島の女たちは怒っています。7ヶ月間本当に辛い思いできた、その思いの丈をぶつけて経産省の前に座り込みました。誰が何と言ったって、
悪魔だよ。へい。誰が作ったんですか歌を。これ知らない。あの25年前、チェルノブイリの後、アフターチェルノブイリ。これもね、チェルノブイリの福島の前に作ったから、うん、地震、あれ？地震が来る前にって歌ってたけど、もう地震来ちゃったね。来ちゃったですね。悲しい。うん、1万人集会ということで1万人に近い皆さん方がこの場に集まって、原発反対、もう原発はいらないという声を出しておるわけでございます。私たちは黙っていてはダメです。私たちは何か言いましょう。黙っていてはダメ、原発はダメだということをみんなの声で言うではありませんか。なのでですね、本当に正しい情報をですね、私たちは知らされていないと思います。面倒かどうか、こんにちは、はじめまして。私は福島市から今福岡県の福津市に子どもと一緒に避難をしている宇野と申します。宇野紗英子です。今日はですね、福島テントというテントを作ってます。たくさんの人たちで原発を止めましょう。あっちにあるのは原発いらない福島の女たちののぼりです。これは10月27から29日の間、霞ヶ関に福島の女性たち100人以上が呼びかけをして座り込みを3日間しました。今日は私は集会に出ている人にもそうですけど、集会デモでこう街で会う人にこんなのを配ろうかなと思ってます。一緒に歩きましょう。で、当日私たちがどんな思いで避難をしたかとか、それからそうですね、温かく私たち避難者を迎えてくれた九州の人たちに感謝の気持ちと、それからやっぱりここが福島に、第二の福島になっては絶対に行けないので、一緒に限界原発を全部止めるための裁判を新しく起こしましょうという、真実を呼ぶ1万人原告の人、どん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 やっぱり広がって、ドイツみたいに何十万の人たちが一緒に行動して声を上げるっていう、それでやっぱり全ての原発をすぐに止めて。仙台原発が事故を起こした場合には私たちのこの宮崎にも重大な影響があります。私たちはこの鹿児島にある仙台市の九州電力、仙台市にある九州電力の仙台原発を再稼働させないために皆様方に私たちの運動へのご協力をお願いしています。今年の昨年からちょうど1周年、1年目になる3月11日には日本全国で原発を廃止するための運動が北海道から鹿児島まで日本列島全体で行われます。
その日にどんな気持ちでどんなものを準備するんですか今。これですね。あのキャンドル、キャンドルを灯して亡くなった人たちを追悼する、そういう意味もあります。なら原発をなくすっていう具体的な目的と、亡くなられた人にたちに対する哀悼ですね。ドイツはね、脱原発っていうことを主張されましたので、私は素晴らしいと思います。やっぱりトップの方がそういう意識を持って、未来の次世代の子どもたちのために、どういうものが正しくてっていう発信をきっちりと首相さんがされましたので、日本もそういう面ではトップの方がしっかりと日本の今後のことを考えてほしいなと思いました。3.11、3月11日がもうすぐまた1年が経つわけです。もう二度と私たちはこういう思いはしたくない。これがもう一回起こりますと、日本は住むことができなくなるでしょう。他の日と同じように過ごしたくないという思いで、宮崎だけでなくて、これは日本全国各県で45都道府県でみんなが 3.11 に向かって反対の動きをしている、その中の一つです。この地球の上であなたはどんな夢が見たいのでしょう。バイクのお兄さんもお兄さんの心からあふれる人たちを幸せにする社会を作っていきましょう。のんびりびりびりゆっくり Go slow go slow のんびりびりびりゆっくり Go slow go slow 楽しくなくちゃ yeah, yeah 人間だもの、oh、のんびりびりびりゆっくりGo slow, go slow どうしていつも僕慌ててるんだろう。でも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  crazy He said time is money、Whoa! のんびりびりびりゆっくり Go slow, go slow のんびりびりびりゆっくりもうちょっとなんかもうやっぱり人間野菜作って畑で米作ってさ、うん、もうその程度がいいかな。もうそれこんなお金がお金を生んだりさ、ね、こんなすっごい人を殺す兵器を作ったりさ、余計なことばっかするんだけど、ね、クレイジーで、うん、あんなもんなくてもいいからさ、1日に1時間ろうそくみんなでつけましょうかって別にいいじゃない、楽しいじゃない。私を守るため